はい、ちょっと3、4分だけラジオ、久しぶりのラジオちょっと撮りたいなと思います。まあちょっとね、ちょっと改めて一つ原点に確かめたいなっていうのがありまして、それで今回ちょっと撮ろうかなと思いました。で、そうですね、まあまずね、これはどうしてもお伝えしたいなっていうことが、まあ見てくださる方にとって別になんか大したことではないんですけど、ないと思うんですよ。ね、ほんといつもね、コメントとかね、見てくださる方に本当にちゃんと自分の言葉でお礼っていうのあまりしてできていないので、字幕が多いので、なので改めていつもありがとうございます。これはどうしても自分の口からも伝えたいなと思っております。やっぱりそのいろいろやっぱね、いいこともあれば悪いこともあるのがネットなんですけど、やっぱりいいことに目を向けたいなと思った時に、どうしてもやはりちゃんとお礼が言いたいなというふうに思って、それでちょっとまずこれは言いたいなと思っておりました。そうですね、もう一つはね、ちょっとそうですね、自分が YouTube チャンネル、さらにはその昔配信していた理由っていう部分にちょっと触れたいなっていうのもあったので、それもお話ししたいなと思います。もともと自分は別なサイトで配信をしていて、そこでですね、ゲーム配信を見ていたんですけど、すごくその光景が衝撃的でして、でね、それがね、また楽しそうに皆さんやっていて、自分もその仲間になりたいな、入りたいなと思ってね、それで手を出したのがトルネコの大冒険だったんですけど、うん、でそこからその他の方がもう皆さん、いろんな人がやっていたものがあって、ドラゴンクエスト3の RTA っていうのがありました。皆さんガチで本当に記録を狙って皆さん走っていったものだったんですよ。でガチだったんですけど、皆さんね、本当にそのみんなで楽しくやろうよ、わかんないことあったら教えるからっていうふうに言ってくださったりして、それがその自分の根幹にあったりするんですよ。楽しくみんなでこう作り上げていこうよみたいな、その楽しいところをどっか追い求めてしまってる自分が今もいて、それをね、まあ逆つくやウィポ、野球つくとか、いろいろ今シミュレーションゲームやってますけど、旅スタもたまにちょっと今やれてないんですけどね、そういうところもね、いろいろ改めてちょっと今またね、それを思いつつやっていきたいなということをラジオにしようと思って今録音しておりました。はい、ということでちょっとね、それだけだったんです。ちょっとそれをお話ししたかっただけだったんです。まあ改めてまた他の動画、なんかまた違う動画もやるかもしれませんが、よろしくお願いします。では本当軽いラジオでした。すいません、ご視聴ありがとうございました。そうです、言い忘れてました、ちょっとおまけです。YouTube でね、動画をこう公開、なんか編集して作るようになった理由もちょっとお話ししときたいなと思います。まあ自分はね、もともとゲームは好きでやっていて、でだけど他の人とゲームで遊ぶってことを今までしてこなくて、でもそのどうしても
ね、2人用3人用のゲームとかね、まあ、例えば桃鉄とかああいう遊びってあまり今までしてこなくて、でもやっぱりどうしても好きなゲームっていうのがね、まあ、今やっているようなサカツクだったり、まあ、もっと昔だったら信長の野望とか、まあ、RPG とかなかなか、ね、複数でやれるゲームっていうのはあまりやらないんで、どうしても選択肢の中にいなくて、ですけど今ほらこういう風に YouTube とか配信とかでみんなで、ね、ワイワイできるっていうツールができて、まあもちろんそれだけじゃないですけど、皆さんも正直ぶっちゃけたところね、時間を使うでこういろいろ編集したりして、まあ、それに見合う何かやっぱりメリットっていうのは他にもやっぱりあるんですけど、まあ、でも自分の根本となる部分っていうのをどうしてもその何かのゲームにこの動画を上げた時にこうコメントくださったりね、見てくださっている皆さんのよくして本当によくしてくださる方とのそのなんていうかな、時間楽しい時間の共有ができるっていうことがすごく自分の根幹になっている部分で、それが最初その多分前半に話してたんだっけか、ちょっと思いが強くて何話したかちゃんと覚えてないんだけど、まあ別サイトで配信をしていたことがそういう自分の根幹に触れる部分ですごく衝撃的だったので、そこから配信を始めた、そして今 YouTube で動画を上げたり配信したりっていう流れにはなっているんですよね。まあ、元いたサイトでもまた配信はしたいんですけどね、 RTA っていうのはやっていないんですけど、まあ、RTA に関してはその攻略メインでやっているものなので、でもね、攻略っていうのはスポンジのようにこういろいろ受け取って吸収したいっていうスタイルでやっているっていう初見プレイっていうのはなかなかそれが難しいと思うんですよね。だからアドバイスはめっちゃ嬉しいけど、あのこの方法しかないっていうふうに言われるのがすごく困るかなっていうところも正直ね、ありながらでも好きにコメントしていいしな、好きにコメントしてください、ただ自分はあのごめん聞けないって違う方法もあるかもしれない、楽しめる方法あるかもしれないと思って、申し訳ないと思っていつもね、そこの伝え方がうまくねできなかったっていうところもあったんで、ちょっとそれを今回ラジオにしようと思いまして、てかおまけの方が長くなっていってるな。まあ多分それを伝えたかったっていうのがありました。自分はね、そのなんか嫌なことがあった時ってどっていうのはどうしてもそのいつもよくしてくださる方の感謝が強くなってしまうんですよ。だからちょっとそれがね、あふれてそれね、ちょっとなんて言ったらいいかな、まあまたこれからもよろしくお願いします。試行錯誤しながらの何回またいろいろこうシミュレーションゲーム中心になると思いますけど、いろいろ楽しみながらやっていこうと思いますんで、これからもよろしくお願いします。これ2回目だね。はい、ゲームのことばっかり話してるけど、昔はねフットサルとかサッカーしてました。完全にネクラ陰キャではなかったと思うな。はい、ではご視聴ありがとうございました。すいません、おまけの方が長くなりました。